おばさんのこと、ちゃんと聞いておけばよかったかもしれません。早く仲直りしたいものですね。バークレーがね。なんだ、もっと取り乱すかと思ったのに。取り乱したところで彼は戻らないだろう。それはそうだけど。ご存知だったんですか、バークレー様のこと。まあな、でも止められなかった。これはこうなるしかなかったのかもしれない。ナータン様、お食事がお済みになられましたら、少しお話ししたいことがあります。わかった。前にも思ったけど、二人ともやっぱり変わったね。いい方向に。何言ってるんだ？バークレーを必死に止めようとする。なんて以前なら考えられない。ナータンもそうだよ。成長したよね、二人とも。あれ、まだ喧嘩中なの？それは。なるほど、これから仲直りするつもりなんだな。言うな！恥ずかしいだろ。恥ずかしいのですか？君まで言うな！昨日は言い過ぎてすみませんでした。え？これで仲直りですね。食事の後って言ったじゃないか。お食事が済んだように見えましたので。もう、分かったよ。僕も言い過ぎた。それにしばらく考えて、君が言ったことも間違っていない気がする。だからその言ってくれてありがとう。様、二人ともずるい。僕を仲間外れにしないでよ。何言ってるんだ、そんなに大したことじゃないだろう。じゃあ僕とも友達になってよ。何？いいでしょ。私は構いませんが。別にいいけど。よかった、これでみんな仲良し。
さて、これからどうするか考えようか。どうするって言っても。そうだ、ケーキを作ろう。ケーキですか？朝食が足りませんでしたか？違う違う、今晩のためだよ。イータ、これからのことというからバークレーがいなくなった後のことを考えるのかと思った。そのことは今は忘れよう。だって今日は特別な日じゃないか。ああ、そういうことですか。今さら誕生日を祝おうとでも言うのか。こんな時だからこそ楽しもうよ、ね。君の言う通りかもしれないけど。とりあえずお食事を片付けてもよろしいですか？そうだね、仕事の邪魔してごめん。図書室に行こう、ナータン。ああ。あら、ノワールさん、ここに入るなんて珍しいですね。分かってます、明日全てが終わることは。ただ気になることがありまして。大丈夫ですよ、私は逃げも隠れもしません。片付け終わった？ええ、それでいかがなさいますか？ちょっとケーキの本を見つけたんだ。このケーキ作れる？ケーキは、それにこんなに豪華なもの、あまり作ったことがないのですが、詳しい作り方は書いてありますか？だからシンプルなのにした方がいいと言ったじゃないか。え？でも今日は特別な日でしょ？豪華にしなくてどうするんだよ。味がめちゃくちゃになるよりもマシだ。でも飾りぐらい豪華にしたいな。わかった、一緒に買いに行こう。僕は一人で留守番？あれ？仲間外れになって寂しい？ナータン。いつもとあまり変わらないし、別に。先ほど確認しましたが、多少材料が残っております。なら飾りと足りない分を買おう。できるだけ早く戻りますから。だから別にいいと言っている。かしこまりました。そうそう、僕のことはカールって呼んでね。え？
承知しました。ところで君は今日ずっと僕を見てるね。あ、なぜ私も外に出ようと誘ったんですか？僕もと友達になりたいから。じゃあダメ？嘘じゃないよ。ただ全てでもないけど。どういうことですか？ねえ、君はこの村をどう思う？この村でございますか？そうですね。私が以前住んでいた村よりも豊かな村に見えます。村人がナータンと君にひどいことをしても？この間のことでしたら、恐怖というよりもアッシュフォード家について知らない事実の多さに驚きました。知る方がいいと思う？隠す必要があるのですか？平和な生活を維持するためには必要だと思わない？暗い過去を知って、それに怯えながら生活するのは楽しくないじゃないか。それはそうですが。でも今は違う。暗い過去どころか未来まで暗くなってしまった。君が望むならバークレーみたいに出て行ってもいい。悲しいけれどもう絶望的なんだ。そうしたらイータン様とナータン様はどうなるのですか？僕にもわからないよ。自分の未来を犠牲にしてまでナータン様の友達でいられるか確認したいのですね。ごめんね。返事は今すぐじゃなくてもいいよ。僕はちょっと別の用事があるから、ここからは別行動だ。じゃあね。遅かったな。ナータン様。何をしているんですか？見てわからないか？君たちが遅いから先に下準備をしていたんだ。ケーキの下準備を？ナータン様が？この本に書いてある通りにやったけど、問題あるか？ちょっと見せてください。
くできましたね。当たり前だろ。他の料理も作りましょう。ナートン様？いや、君の笑った顔を初めて見たと思って。私、笑いましたか？自分でも気づいていないのか？そういえば、イータンの姿が見えないな。用事があるみたいで、途中で別れました。なるほど。とりあえず、続きをしましょうか。そうだな。誕生日おめでとう。なんか物足りない気がする。入れ。一人だけ蚊帳の外にいるんじゃない。君も参加しろ。私はただのメイドですよ。君も家族だから。そういうことだ。仕方ありませんね。で、ろうそくを吹けばいいの？その前に願いを言わないと。二人とも心の中で願いを言って一緒にろうそくを吹いてはいかがですか？おお、それは名案。願いか。うん、決めた。僕も。じゃあ目を閉じて手をつなごう。私もですか？そうだよ。三人で願った方が叶う確率が高くなると思わない？そういうものでしょうか。とりあえずやるか。遊んだ、遊んだ。
悪くなかったかもな。ねえ、さっきの答えって出てる？ん？何のことだ？大したことじゃないよ。じゃあ僕は先に戻るね。おやすみなさい。おやすみ。ここを片付けたら僕の部屋に来い。あ、かしこまりました。入れ。失礼します。ホットココアをお持ちしました。君は手ぶらで来たことがないな。持ってこない方がよろしかったでしょうか。君はなぜここにいる？私も先ほどから同じ問いを自分にしていました。答えは？自分でもわかりません。あれほど僕に自分の意思で行動するように言ったくせに、結局君も流されるままか。お恥ずかしながら。同じじゃないか、僕たちは。私も時々思います。似た者同士ですね、私たち。それは僕の言葉だ。本当に最初から最後まで調子が来る。それはどうも失礼しました。妙に納得した顔だね。ちょっと願いができまして。君に願いか。そういえばナータン様はどんな願いをしたのですか？教えるものか。ケチですね。うるさい。ではもう遅いですし、ホットココアを飲んでお休みください。ホットココア。ナータン様、別に変なものは入っていませんよ。やはり今日は何も飲まないで寝るよ。お腹いっぱいだしな。では台所に戻すついでに失礼いたします。待って。一緒にいてくれ。あ、ナータン様。お願いだから今晩だけ。あ、
かりました。妙に幸せそうだな。幸せな気持ちで死んだ方がいいではありませんか。君はまだ死んでいないぞ。え？まだ数時間ある。最後の夢を見せてやる。今さら見る意味はあるでしょうか。それは俺にもわからない。とりあえず目を閉じろ。はあ、仕事疲れたな。ずいぶんひどい顔してるのね、エヴァ。ちょっと寄っていかない？エヴァ、ぜひ。どうして黙って立ってるの？私入ってもいいのかな？何言ってるの？誘ったのは私でしょ？エヴァ！あらあら、大げさね。なんかいろいろ言いすぎてごめんね。あれから私も反省したの。私もエヴァがいないと本当に寂しい。ソフィーがいない以前の生活に戻るだけかと思ったけど全然違うの。やっぱりソフィーがいないとね。エヴァ、分かってくれて嬉しい。もう一生こんな風に笑えなくなるんじゃないかって心配したけど、そうならなくてよかった。もっと早く仲直りすればよかったね。ねえエヴァ、この前はごめん。私、エヴァにまだ何も言ってないのに、あんな冷たい態度を取るなんて。話してくれるの？うん。そんなことが。ひどいでしょ、私。でも、ソフィー、あなたやっぱり、自分の子供が欲しいでしょ？よしてよ、エヴァ。もう諦めてるし。私が産んであげたらどう？ソフィーへの愛の結晶。それは嬉しいけど、そんなのはありえないよ。あら、すでに作ってたらどうする？エヴァ？本気なの？安心してソフィー、この子は間違いなくあなたへの愛の結晶だから。お帰りと言うべきか。戻ってしまったのですね。
一週間もやり直してどう思った？私は死にたくなくなりました。心残りをなくすはずなのに大失敗ですね。先ほどまで一緒に笑ってたのに、このまま終わるなんて悲しいです。やっと友達の素晴らしさが分かってきたのに。死ぬって分かってるのにこんな思いをさせるなんて、ノワールさんも意地悪ですね。それが君の選択ならそれでいい。え？俺は君がここにさえ戻らなければいいと言った。天国を目指したくなければそれでも結構。ただ立ち止まられるのは迷惑だ。そのために7日前に戻したんですか？人間は死んだ時、本能的に自分が行きたい場所にたどり着く。それは眠りから目覚めた人が目を開けるのと同じように、考える必要がない自然なことだ。ただ君の場合、少し事情が違った。生きていても本当の君はずっと心の中で眠り続けていた。自分を負の感情から守るためかもしれないが、それじゃ完全に死ねないだろう。本当の君はまだちゃんと生きてすらいないからな。じゃあ7日間というのは、本当の君を目覚めさせる期間とも言える。過去を見せることで本当の君を囲う心の壁を脆くして砕けやすくした。本当の私って何ですか？こんな弱い自分こそがそうだと言うんですか？何か勘違いしてないか？勘違い？人は何かを得るために何かを失わなければいけない。君は今自分が弱いと感じたが、それだけじゃないだろう。彼との楽しい時間を過ごしたからこそ今は悲しいと感じたのではないのか？それとも得たことを後悔したか？話が長くなったな。じゃあな、二度とここには来るなよ。その前に一度ふわふわな毛の狼を撫でさせていただけませんか？ダメだ。ちょっと心残りですね。では。
これからどうする？ナータン様はどうしたいですか？かくれんぼやってみたいけど、いいか？じゃあ、誰が鬼になるんですか？イータンに頼みたいけど、どこを探しても見つからないんだ。どこだ！あれ？私たちを探すような声が聞こえますね。いつの間にか始まったのか。とりあえず隠れるぞ。はい。